皆さんこんにちは。今回はテイルズコラボのオーダーをまた引いていくんですが、もうこれ前回前々回ってまあこのオーダー引くシリーズやったんですけど、この目当てのパワーライス4を狙ってたんですけど、もうこれすら来ないし、ピックアップ4つのうちこれしか来ないんで、来なかったんですよ。でもうさすがに3周目で来なかったら死ぬので、で他のやつこういうの来るより、やっぱ第1弾のまあこのキリとアスナ、小春、まあユージオの4つのうちどれか来ればもういいやって感じになってきて、もう怖くて新しいこのテイルズコラボのあのキャラ1枚でも多く欲しいと思ってて、コラボ終わったらもう手に入らなくなるのでもう嫌なんで、でテイルズコラボのこのスキルモーションですね、この天正総破山とか、あのこのスプリームエレメンツとかもう綺麗なんで、もうどうしても欲しくて、もうまあこういうのなくてもまあ小春でもいいし、もうユージオでも何でもいいから、これ1枚来たらまあこれとこのキリトとアスナはまあモーションが欲しい、モーションがいいっていうのもあるし、まあこれタンク使えるのかな、わからんけど、まあそのうちね85層フロアボスのタンクについては、まあやる気起こったらだけど、最近やる気出なくて、まあそのうちやろうかなって感じですけど、まあ小春とユージを出てもいいしって感じで、もうね嫌なんだよ出ないと。まあとりあえず課金してまあ1万2000円ぐらい確保したんで、これで一周できるので、でまあある程度テイルズコラボ1弾でスキル出て、あもうこれでいいかなって思って、まあ、ジェムが残ったままだったら、まあ、2段も引こうかなと思ってるんで、まあ、とりあえずステップ1ちょっと引いていきます。第1弾ですね、もう一回ねちょっと確認しないとね、これ第2弾恐怖症なので、しっかりねこの目にね焼き付けてね、目の穴ねかっぽじってね、幻覚が見えるほどねここをねしっかり確認してって、これでちょっと引いていこうかと思います。皆さんね目かっぽじっちゃダメですよ。もうねスキップしていく、ここはもうステップ1じゃね出ないだろうと。いやもうね出ないっすよ、ステップ1は。まあ、出ないのはしょうがないとして、いやもうなんか編集だるいからもう全部スキップでいきます。もう演出とか、いや演出でも結局演出とかユイのさ演出でしかないから、まあそれっぽくないやつは飛ばしていくか。あおおおおお、俺持ってたっけこれ。ね欲しいのがキリトとアスナと、あでも小春がなんだっけ、片手コンだっけ、片手コンだっけ、ユージオか。いやもうアビリティも飛ばそう、めんどくさいから片手直剣と片手コンか、片手コンだけちょっと、いやもう全部飛ばすか。いやこれ持ってたっけ、持ってたっけ、ちょっと待って、これでこれで限界突破しないので、あまあ一応新規が増えたと。まあなんかミラティブで生配信してた時に湯煙湯後のなんだっけ、アスナこれが強いのか聞かれたんですけど、まあこれ社員コンバージョンなんで、まあ、同じ効果を持つ試し切り1000キレトとかあったらあんまり使われないのかなとは思いますけど、まあこれアリスのスキルなんで、アリス一緒に装備すると良くないスキルとかもあったりして、ただまあアリスのアビリティっていうとアリス3枚以上で発動する効果のまあパワーライズ3とかもあったと思うんで、水属性強化のまあなんか使える場面はあるのかもしんないけど、使うのかな、わかんないですね。まあ、とりあえず、まあ、ステップ3を引いていきます。もう何でもいいから当たってほしい。もうねパワーライズ4とかなくても、おおおおおクールエッジしのきた、俺持ってねえよこれ。えテイルズじゃないけどまた嬉しい。えテイルズ引いてんのにテイルズ要素が全くねえ。第2弾もそうだったんだけど、テイルズ以外でいいスキルがやたら来る、なぜか常設の。ふざけんなよ、ステップ4も来ない。ねえもうなめてんの、足元見やがってよマジでよ。ステップ5ちょっともうこれでもうここでもう出なかったら潰すぞマジで。もうひたすらねバンダイナムコのね悪口を言うチャンネルになるかもしんない。いやさすがに冗談ですよ、さすがに冗談ですけど、
怒るよ本当に。これでなんかマジで出なかったら怒る、本当に怒るよ、怒だよ。まさすがにこのゲーム引退しないとは思うけど、怒るよマジで。俺怒らしたらね、俺怒らしたらどうなるかわかるか。俺引退するだけです。怒らせると俺がまあいや引退しねえけどさ、いやもうなんかムカつくからなんか言いたいわけよ。いやムカつく、うーん、いやムカつきはしないか。いやでも悲しくはなるよね。面白いけどさ、いや俺の爆死見てさ喜んでる人ってどれくらいいるのか知らんけど、面白いのかな。お、スプリームエレメンツかな。スプリームエレメンツお願い、スプリームエレメンツ来るか。おー来た、スプリームエレメンツ。おーおい、ボイスないのかよ。おなんだ今音止まった、なんだなんか音止まったぞ今。え、これさアスナの声でさスプリームエレメンツとかさ演出ないのこれ。いや一周してこれだけかよ、しょっぱ。うわ、え、いやでも嬉しいよ、もう嬉しいけど嬉しいかなこれ。ダメ上昇値が最大で 15% なんですよ。ただ4属性つくっていうのが美味しいけど、まあでもモーションがすごく綺麗なんですよね。それがすごく嬉しい。もう915ジェムしかない。課金、あー突スインもない、突スインも来なかったし、マジでさいいスキルくれないとさ俺なんかわかんないんだよ。スキル持ってないと、例えばそのパワーライズ4がなかったら片手直拳以外がどれくらい強くなるのかとか自分で実感できないんですよ。っていうのもあるし、もうやっぱね1枚でも多く持ってないとわかんないことが、まあ、多いので。ただクールウィッチシノンが来たのはめちゃくちゃ嬉しかった。それくらいだよね。いやーでもあのアビリティのシノンがマジでなかったので、まあ、これは素直に嬉しいですね。本当にスキル編成の幅が広がったというか、幅というか自由度というか、なんていうか、なんていうのかな、あの同じセット内のシノンが満たしやすくなった。あの夜空に咲く青バラキリトってあると思うんですよ、あの有名スキル でこれが同じセット内でシノン要求してくるんですけど、まあでも直剣もっと使う時くらいか。クールウィッチ片手直剣以外だったらちょっと微妙かもしれないですけど、まあ、最大 HP が上昇するので、うん、まあほとんど当たん、まあでもステップ5だとこんなもんか。最近これくらいしか出なくなってる気はするので、うん、まあで何も出ないよりね。なんかだって最初さ第2弾引いてさ、これ第1弾かこれ、第2弾引いてさ、これしか出ねえんだもんさ。またこれしか出なかったらさ、もうほんと泣くよって感じだったんで、まあ一応これ一番微妙だった気はするけど、まああとで、使うのかな。俺こっちのが欲しかった。まだあのヒット数が50以上の時にスイッチ使うたびに SP30 回復するやつ、あとこれも欲しかった。もうタンクがいろんな使い方ができるので、まあ、とりあえず、まあ、今日はこの辺りで動画終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。